ほで、ちょっと取る感じやろ。なんか通ってるから、俺。あ、食わんな。なんか、指導方法。怪しいな、通ってるな。これや。あんた何しよんの。あんた何しよんの。あんた。これこれや。はい、ここを片付けるのは5年ぶりかな。いや、もっと前かな、もう。ああ、だいぶこれでも片付いたんやね。もう時間が経てばあっという間にごちゃごちゃになってしまう。はあ、このね、ホンダのスクーターもよくしようと思ったまま置いてる。ここにね、ベスパもあるんよ。これもよくして乗ろうかなと思うんだけど、もうなんか気力がないな。うん、これも誰か欲しい人にやるかの。もったいないわね。これまで1万5000キロぐらいしか走ってなかったかな。もうベスパもね、どんどんなくなってくるから貴重品になる。このホンダのス
スクーターもこれも希少品やね。欲しい人は本当欲しがるやねんかな。まずこの辺から片付けていこうかな。もう上もだいぶ錆びてる。ここをね塗り替えたのがもう12、13年前かな。もうもっと前か。あっという間やな。もうこんなことしきらんな。まあしきれなくなる前に片付けちょこう。子猫がこの辺にこの中におると思うんやけどな。ちょっと片付けていこうか。野良猫ホイホイ。はい、蓋をする。これでいいだろう。なるべくここに入るようにして。はい。この上に入っちゃうんだけど、どっか奥の方に入って出られるもんな。はい。また時間を待って捕まえましょう。暗いな。こりゃ母ちゃんが来た。母ちゃんが、おいおい、大丈夫大丈夫、おい、母ちゃん来た、母ちゃん来たもん。はいはい、いい。あと一匹どこ行ったのかな。おい、みんな野良猫の顔しよんの。どうしたもんかの。お利口さんにせんと保健所に連れてかれるんだ。お前なんかわからんのか。お前どげなっちゃうか。